こんちこんばんはポテトです。どうもキタスラです。どうもハチワセナスです。どうもノッポです。はいどうもヒロです。さあということでこの今日はこの5人でまた企画やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。パチパチパチ。今日はですね題しまして早抜けゴール対決。私はレジェンドモード、レジェンド相手にゴールを早く決めた人からもう抜け。うわうわ。お疲れ様でしたです。もう用意ドンでみんな一斉にミュートにしてみんなでバーって一斉にやり始めます。おのおので、はい、ミュートにしておのおのやる、はい、やる、はい、でゴール決めた瞬間、はい、ミュート外してお疲れ様ですと。あーオッケーオッケーオッケー。なるほど。決めましたって言ってじゃあお疲れ様でした。じゃあみんな頑張ってくださいで終わりです。その人は本当に収録終わり。あ収録終わらす。収録終わりです。やべえ、俺早く終わらせないと。オッケーですか、オッケーですか。ただただね、ただこっからです、こっから。普通に決めても面白くないので、右足、左足、頭、直接フリーキック、ゴールキーパー。え？この5つのどれかで決めていきます。どれかで決めるんですけど右足が誰かが決めちゃったらもう右足で決めてもノーカウントです。やばい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 。だから一番最初抜ける人はどれでもいいんだ。そう一番最初は何でもいい。でどんどん減っていくんだ選択肢が。そうやばいなそれ。2試合目突入する可能性もあるってことだ。あるある全然ある全然ある。あゴールキーパーはあのゴールキーパーの選手ならいいです。ポジションはどこでもいいと。いいですいいです。単純だけどめっちゃむずいよこれ。これ本当にどうなるかわかんないんですけどあの一番最後になった人はゴール決めましたの段階で最後エンディングを取って終わってください。うわそれまで最悪だろ。確かに開幕大事ですね。うわちょっと焦るわそれ。俺思うのこれね八京ちゃん有利だと思うんだよね。ゴールキーパースカットやってるから。なんで残る前提これ。あじゃあ八京くんはゴールキーパースカットで行くのかな。よかった。じゃあ他で狙い目るか俺は。ここでねあえて行っちゃうのもあるよね。いやーそれはさすがっすね。フリーキックが一番地獄な気がしますけど、ね。だからあと二人の状態で直接フリーキックとゴールキーパー残ったら地獄っすよもう。やばいよマジでやばい。早抜けゴール対決よーいスタート。行くぞ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。よっしゃ行くぞ。急げ急げ。オッケーもう行く行こう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 。急げ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 。今ならどのシュートでもゴールは認められるから、とにかく急ごう。いやー相手にポゼッションされんのうぜえなこれ。さあ始まったよということで、僕は GK スカットやっていきます。行きましょう。ちょっとなんか振りやられたんでそういうの行きたくなっちゃうタイプなんでちょっとやっちゃいます。お願いします。これで位置抜けするっていう奇跡を見せたいです。お願いします。はい、ということで早速やっていこうと思うんだけど、もうねもうとにかくもうガチスカでゴリゴリに行くけど調子もすぐすぐですぐ決めれば勝ちだから、あ問題ない問題ない。ということでもう開幕から行っていこうや。はい、いや、ちょ待ってた、お前、バウス。やばいやばいやばい、早く早く早く。もう次次、もう開幕決めて抜けよ。マジでやってられん。フリーキックは開幕狙います。やばい、相手ボールから。これスカッと変わんのやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、まずいまずいまずい。プレイ環境が AI が操作になってます。ね本当にどうしよう。やだ残りたくない。残りたくない。ねやめてやめて。危ない危ない。こんなことする場合じゃないんだって。よしよしよし、いけいけいけ。いや、行こう行こう、もう行こう、もう行こう。さっさと行こう。頼む、頼む。早く早く。頼む、頼む。さあ、この開幕で。行けた。うわぁ！意外にまだミュートが途切れないということは、まだみんなやってるな。ノリには乗っちゃう男やからね、ちょっとやらかしたかもしれん。ただまだ声は聞こえてない。まだ声は聞こえてないがパスを回されている。ちょっと待って、もう声聞こえた瞬間終わりやねんこれ。でやばい、もうそろそろ声が聞こえそうやねんけど、いやだ。よし、いやまだ声聞こえん。意外とみんな苦戦してるか。やばい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 、ぬって残りたくないよ。まだ誰も来てない、まだ誰も来てない。いけるいけるいける。ネイマール リベリー、あーいけたって。今当ててで、これサイドこパスできた。いやーもう最悪。もうさパス回さないでください。パス回さないでください。まずいまずい。よしで、いや
いやいやだ、でもこれ頭、これ頭さすがにいねえだろこれ。いやもうコープ、前回の動画もコープで決めたようにこれね。いやもうマジでさ、いやまだある、来た、いや頼む。あーちょっとやばい、ちょっと待って、マネキン攻められてる時間がもったいなすぎるわ。いやー決めましたってコールが来るのがすげえ怖え。こっちメッシ落としの左、あーくっそ、うそ、パス回されるくっそ。オッケー、ナイス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 、おいなんでだよ、あーくっそー。いやちょっとじゃあいらんまだ声聞こえんて、ドッキリされてる俺、大丈夫これ、行こう、あるぞ、行け、走れ、マジ行けるいやーで、コーナーある、やばい、意外にみんなニュートン外れないな、まだ決めてないんだ、あーやばい、ねえ何をしてんのよし、これで開幕狙える。逆にね、プラスに考えよう。ちょっと、今日待って、誰も来てないんだけど。みんな絶対焦ってるだろ、これ。前半で終わらせる、絶対。よし。来てる。いいよ。なんで。パス。で、こう。はい。いやもうなんでだよ、最悪、待って、ひらめいた、ショートコーナーでゴリ押せば抜けるんだ、俺天才だわ、ここに気づいたやつはいないだろ、これでも確実シュート打っていこうぜ。で騙されんかな、コンピューターって、来た、うん、最悪だ、いやもうなんで、いやでもこれ続ければいける、マジで、いっちゃう、Here's Messi. いやー、マジか、蹴りたかった今の。ワンチャンマジである。コーナーはガチある。行ってくれ。見せろ。バイヤー。やばい。決めましたー。やばいんで。決められてる。発狂マシンガン。僕 GK で決めました。ありがとうございます。お疲れ様です。マジで？おい嘘だろ。本当に？やばい、ガチでやります。いやでも GK で決めたのはマジでありがたい。ゴールキーパーで決めたの？で、GK スカットでいった結果。やばお前。いやありがとう。本当にありがとう。GK すげえなマジか。本当にありがとう。もう喋ってる場合じゃねえ、早く言ってくるわ。バイバーイ。いや本当あっきょうちゃんありがとう、お疲れ様でした。いやマジか。本当にゴールキーパーで決めたんだ。ありがてえけど。いやー GK か、八京ちゃんが GK で決めたってすげえな、ゴールキーパースカットでレジェンドに戦ってるのすごすぎるだろ。やばい、こんなことしてる場合じゃない。いやけどゴールキーパーでかガチで、マジかでも頭マジでもこの、これで俺が右足決めれば、ジエンド、あ簡単だった、はい行ってきます、企画終了、お疲れ様です。はい、オッケー、お疲れ様です。マクシマンのコントロールカーブで右足で決めさせていただきました。やばい、やばい、お疲れでした、お疲れでした、ありがとうございました。いや気持ちいいわ、いやもう素晴らしくない、だってこれを見てよ。このゲームには必勝法があるみたいな。始まっちゃってるね。ということで今回ね、まあ、見抜けで終わったということで、いや全然いいでしょ、まあ、じゃあ八京くんにはマジで助かった、本当に見た目決めてくれてありがとう、そして俺が右足を取ったということで、皆さんで、楽しんでいただけたらいいかと思います。バイバイ。やばいよ、本当にやばい、本格的にやばい、ちょっと待て、メッシをセンターフォード、左足入れてかんと、今度、待って俺左足いないぞ、やべえ、ふたすらさん右で決めたって、私だからメッシとマラドーナ、ルティ直接フリーキックは無理だから、あー右足じゃんこれ。
メッシー。よっしゃー、決めたー、決めましたー。左足です。嘘、もう左足、左足です。左足、メッシのインパクト左足です。ありがとうございます。やばい、頭とフリーキックしかねえじゃん。マジで、嘘じゃん。お疲れでした。いや、本当にヒロさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ノンポさん、やべえよこれ。いや、かかったなガチで。頭、くそ、もう。ちょ、頭だから。あ、ちょっと、よし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 何も残せず。じゃあ頑張ってください。頑張ります。もう徹夜かもしんないな。やっぱなんか背負えるんですよね。で、俺のキングはもうドリブル数値103あるから。よし、行くぞ。いいんじゃないこれ。いけ、来たー。よっしゃー、来たー、やったぜー、やった、一試合で終わったー。マジかー、こっちに後残したかったな。いや、めっちゃいいシュートだったな。あー、終わった、おー、終わったー、終えた、終わったぞ。おめでとう。奇跡、1試合目のロスタイムで決めました。すごい。2回打てたんですよ、なんか運よく。で、1回目して打ったらポスト当たったんですよ。うわ、終わった、2試合目だと思ったら今度フリットで決めた。素晴らしい。ラッキー。俺相手ボールからだったんですよね。ああ、なるほどね。そういうこともあるか。運も重要だ。そう、運も重要だった。これ破局、キーパースカット、はい。うわ、マジかよ、すごすぎるだろ。ちゃんと爪痕残してくるんだよね。とんでもねえな。本当にやると思わなかった。いや、今回も楽しかった。ありがとう。楽しかったな、本当に。楽しかったです。悔しかったです。ガチで悔しい。本当にイメージした。